株式会社 JR アトリスは、かつて、秋田県が秋田市に本社を置いていた、東日本旅客鉄道の連結主会社である。JR 東日本が秋田市社管内で、駅業務の委託のほか、販売業などを行っていた。アトリスは、秋田トータルライフサービスの略である。現在の JR 東日本東北総合サービス、秋田支店にあたる。年月日、 翌年の秋田新幹線の開業を機きに、角野立駅に近接し、開業を予定していたフォルクロール角野立、田沢湖畔にオープン予定のハーブ園、田沢湖ハーブガーデンハートハーブ利用客の宿泊を狙って、開業を予定していたファミリーを田沢湖の整備運営や、コンビニエンスストアなどの直営店舗のほか、コインロッカーの管理に加えて、広告代理業などを手掛けることを目的に、 設立された。後に JR 東日本が秋田支社管内の数駅の業務委託も受けていた。2015年7月1日に JR 東日本のグループ再編に伴い、不動産賃貸事業の一部については、会社分割により、秋田ステーションビルに関、JR アトリスに残る事業については、JR 東日本東北総合サービスに吸収合併された。 JR 東日本は北市に古海写真観戦開業、ニラムホテルなど企画、日本経済新聞1996年4月2日、JR 東日本グループ事業の再編について、東日本旅客鉄道、 http://www.jreast.co.jp スラッシュプレススラッシュ2015スラッシュ20150418トップ DF2017 年6月17日閲覧同年7月4日から秋田製菓運営の生鮮一番にリブランドされた。秋田生鮮市場土崎店閉店へ2018年10月15日。 閲覧、ありがとうございます。